バーチャル国際転居ファイルとは国際的な転居ファイルである。いくつかの国立図書館によるプロジェクトでオンラインコンピューターライブラリーセンターによって運営管理されている。このプロジェクトはドイツ国立図書館とアメリカ議会図書館によって始められた。2002年に奥区ドイツ国立図書館、アメリカ議会図書館はバイオフを実現するために 概念実証プロジェクトを開始している。各国の転居ファイルを単一の仮想的な転居ファイルにリンクすることを目的としている。このファイルでは異なるデータセットからの同じ記録が共にリンクされる。バイオフレコードは標準的なデータ数字で表記され、主にオリジナルレコードからの C と C オルソーレコードで構成され、オリジナルの転居レコードを参照する。このデータは オンラインで提供され、学術調査やデータの交換、共有が可能になっている。データをアップデートするときは、オープンアーカイブズイニシアティブが使用するおあプロトコルがセットされる。ファイル番号は、ウィキペディアの人物記事に追加することもできる。ありがとうございます。